ございます。今日の話は、うわすげえおっちゃんだなっていう話です。この話は、まあ、30年ぐらい前かな、今やってないと思うんだけど、マクドナルドで、ホットコーヒー、これが、おかわり、無料っていう、キャンペーンとかなんか告知とかしてなかったんだけど、そういうサービスがありました。で、普通の店舗ではちょっときついんだけど、2階席がある店舗でもって、まあ、自分は、おかわり しながらコーヒーを飲んでた時の話なんだけど、ある時、まあ、ある時というか普通に2階席で、食事終わって、まあ帰る人がいるじゃないですか。ゴミ箱に捨てに行くんですよ。トレーに乗ってるやつがいろんな幅だろうけど、その時にコーヒーカップも捨てるじゃないですか。で、その時になんか普通のおっちゃんが上がってきて、2階席でね、で何も持ってないですよ。あれなんだろうな、まあ、注文して何か待ちかなと思ったら、そのゴミ箱から誰かが捨てた空のコーヒーの紙カップを拾って、で、なんか変な予感したんだよな。そのまんま1階に降りてきました。そしたら、まあ、1階では2階の様子がわからないもんだから、多分そのおっちゃんはですよ、コーヒーおかわりお願いしますって出したと思うんですよ。ほいで、店員わからないからついで渡して、ほいでおっちゃんがまた上がってきて、そのコーヒーだけ持ってくる。わーすげえおっちゃんだなと思って、ね、今やってんのかなそのサービスね。まあそのサービスっていうか、そのあれ拾ってやるサービスじゃないよ、普通に自分が買ったコーヒーのおかわりをってやってんのかなって。30年ぐらい前40年ぐらい前はね、それ結構知らなくて、俺友達から聞いたんだけど、結構友達知らないやつに教えてすげえ感謝されて、そうなの、今みたいにこう情報がガーって早く伝わるもんじゃなくて、友達からとか、なんかそんなでしか情報が、入ってこない時代だから、結構知らなかったね。で、結構マックでも、今のマクドナルドホットのコーヒーはそこそこ飲めるけど、当時おかわり、できた時代はそんな美味しいもんじゃなかったな。そんなお話でした。以上です。